ジャスー、マイクラやってるかい。サバイバル建築やってくぞ。おう、今回の企画は逃走中チャレンジパート2だ。パート1が気になるって人はこの動画を見てねー。本編に行く前にチャンネル登録と高評価をよろしく頼む。今回の目標はこちら。マジでよろしく頼む。それじゃあ初めにハンターを呼び出す装置だ。今回のハンターはゾンビだぞ。ひえー、前回は村人さんだったのにパワーアップしてる。でも前回の企画をクリアした僕なら楽勝だよ。言ったな。まずはハンターと名前のついたモブがプレイヤーを追いかけてくるコマンドがこれ。前回からこの部分の数値を変更してハンターの反応距離とスピードを強化したぞ。で、コマンドブロックは基本的に前回と同じ設定だ。各自で画面からチェックしてくれ。一時停止推奨だよ。お次はハンターに捕まったプレイヤーに捕まったとタグ付けするコマンドだ。前回と同じ。前回はここの部分を村人に限定していたんだが、今回はハンターと名前がついていたら何でも OK に変更したぞ。それでゾンビさんをハンターにできるようになったんだ。そういうことだ。次のコマンドはこちら。捕まった。タグがついたプレイヤーを牢屋にテレポートさせるんだ。これで捕まっちゃうんだね。ここの部分は牢屋の座標になるように注意してくれ。そしたらこっちのコマンドだな。内容はこんな感じ。牢屋に入ったら画面に捕まったと表示するぞ。なるほど、前回と一緒だね。そうだな。次に行こう。これは今回追加したコマンドだ。どんなコマンドなの？牢屋に入ったプレイヤーのアイテムを全ロスさせるコマンドだぞ。やばいよ。そんだけパワーアップしてるってことだ。頑張ってくれ。うー、わかったよ。あとは設定を、レッドストーンの動力が必要、にしているから、本当にヤバくなったら止めることもできる。だったらまだ安心かな。あとは牢屋の下にもコマンドブロックを仕込んでいるんだが、こっちの設定は前回の動画のこのあたりを参照してみてくれー。ボタンを押したらコマンドブロックが起動して、プレイヤーを牢屋の外へテレポートさせるんだっけ。そうだ、あとは、捕まった、タグも削除するぞ。ってなわけで早速コマンド装置を試してみるか。いえいえ、待ってました。早速ハンターと名付けたゾンビのスポーンエッグを、ドン、わぁ、ゾンビが寄ってきて捕まっちゃった。うまくいってるな、ボタンを押せば復活、うわ、また捕まってる。復活して剣に持ち替えて、ぬわー、博士ー、まだまだー、はぁ、やっと倒せたね。ああ、そうだな。ちなみに今のは全ロス機能はオフにしていたから、このレバーを操作して、ハンターを呼び出すと、わ、また捕まった。こんな感じで手持ちのアイテムが全てなくなるぞ。恐ろしい。とまあこんな装置だ。ちなみに現在は統合版でプレイしているからな。今回はこれでウィザー討伐をしてもらうぞ。わかったよ。ハンターゾンビから逃げつつ見事ウィザーを倒してみせるさ。おう、買い物頑張ってくれ。ということでやってきました新ワールド。早速サバイバルを始めていくよ。まずは木を切って、板材から作業台を作り、もうちょっと木材を集めたら、作業台を置いてっと。お、今回初逮捕だ。一体いつの間に、どうやらハンターゾンビが近づいていたみたいだ。あ、あそこの木陰で休んでるね。全然気がつかなかった。せっかくの木材が全ロスしちゃったよ。あ、ゾンビが日光で倒れた。よし、今のうちだね。復活だ。これがハンターゾンビの弱点だな。作業台は残っててよかった。捕まったのが配置後でよかったな。木材を集めてやり直すよ。よし、木のつるはしもゲットしたし、次は石の採掘だ。その辺に小さな谷があったぞ。ほんとだ、ちょうどいいね。採掘していこう。ほうりほうり、ほりんぬ。掘り方の癖。よし、丸石8個集まったよ。これで石のつるはしゲットだ。あとは石の斧と、石の剣も作っちゃえ。おお、充実してきたな。石の剣来た。これでかつる。ちょっと言い方が古い。でも剣でハンターゾンビも一殺さ。期待しているぞ。任せてよ。こっちの洞窟を見に行っちゃおうかな。あの紫の光は、エンダーマンだ。わ、どうしよう。攻撃されているぞ。に、逃げなきゃ。普通にやられてる。やられたー。でも捕まってないからアイテムはロストしてないよね。そうだな。さっきの洞窟に残ってるんじゃないか。よし、行ってみよう。うわ、エンダーマンさんチッス。露骨に避けてて草。今は何もアイテム持ってないんだからね。よし、もう行ったかな。お、経験値とアイテムが落ちてるぞ。ほんとだ、ロストしてなくてよかったー。よし、気を取り直して採掘するぞ。で、ハンターゾンビだ。また逃げ出した。ひとまず体勢を整え。ああ、捕まっちゃったな。まだまだ僕は諦めないよ。ぜひ、エンダーマンに襲われてる。僕は牢屋から出られないのに。必死に戦ってて草。とにかく復活だ。では、ゾンビさんが追っかけてくるよ。ハンターゾンビだな。ダースー系で、燃えながら追いかけてきてる。あ、日光で燃え尽きた。ラッキーだったな。とりあえず作業台のところに戻ろう。あ、さっき落としてた木のつるはしがあった。な。まさかかいもんこれを見越して、ファインプレイでしょ。だったらチェストに入れとけよ。確かに、とりあえずさっきと同じように石ツールを準備して、夜になる前に食料とベッドを準備しなきゃ。賢明だな。よし。
羊さんを探すぞ。いた、あそこだ。羊肉いただき。一頭だけだな。あっちには豚さんだ。豚肉ちょうだい。食料のことしか頭にないのか。肉はどこだ。あ、牛肉さんだ。いや牛だろ。いただきます。うわ、暗くなってきた。そろそろベッドがないときついんじゃないか。そうだね。あ、羊さんだ。ちょうどいい。羊毛ちょうだい。もう一頭いたよね。お、羊毛三つ集まったな。これでベッドが作れるね。てわー、金装備のハンターゾンビに襲われてる。きゃー、捕まっちまった。うわーん、せっかくベッドの材料を集めたのにロストしちゃった。食料も集めてたのに、博士なんとかして。しょうがないな、ベッドは自力で作ってもらう必要があるが、サバイバル初期に食料やレアアイテムゲットに、役立つあの装置を作っていくか。やったー、レッツゴー。それじゃあ作り方を解説するぞ。まずは穴を掘って、穴底にチェストを配置、チェストにホッパーをつなぎ、上にボタンを設置、そしたらここに仮ブロックからの、レールを設置して、ホッパー付きトロッコを置き、仮ブロックは破壊、トロッコが落ちていったよ。これでホッパーとつながるから大丈夫だ。はい。お次はここにガラスブロックを置いてくれ。その上にチェストを置いたら、看板で周囲を囲ってくれ。なるほど。次はガラスブロックをここに置いて、その上に仮ブロック、それを囲むようにトラップドアを置き、仮ブロックは破壊しよう。上から見たらこんな感じだな。チェストの周りに看板があって、その後ろはトラップドアが囲ってるね。うむ、次はこの空間に水を投入だ。チェストに向かって水入りバケツを使用。トラップドアの方に水が流れていたら OK だ。できてるよ。そしたらこっちのトラップドアの方に魚を放流だ。魚、どうやらこれで釣れやすくなるらしい。そうなんだ。あとはこの部分に溶岩入りバケツを使用したら、サバイバル序盤で役立つ自動釣り装置の完成だ。いえー、こっちでも同じ装置を作ったよ。早速使ってみるね。このトラップドアのところに立って、看板の少し上を狙って、釣り場をオープン。装置の調子はどうだ。釣れた、釣れた。釣れたら溶岩で糸が切れて、魚は自動でチェストに入るぞ。これでチェストが満杯になるまで自動で釣りができるんだ。すごい、無限に釣りができるよ。もうこんなに魚が溜まってる。わぁ、火事だ。マグマからの着火だな。やばいよやばいよ。火種になりそうな草は破壊だ。これでよし、さあ釣りを再開だ。はぁ、和むねー。リラックスしきってるな。ハンターゾンビに襲われても知らないぞ。は、そうだった。ハンターに襲われないように防衛力を強化しよう。板材で囲っていこうかな。よいしょ、よいしょっと。いや、溶岩で燃えるだろ。そうでした。丸石に変更します。ぐるっと丸石を置いていって、最後にドアを置いたら、安全な釣り拠点の完成。最低限の空間すぎて草。この狭い空間がいいの。さあ、釣りの再開だ。まあ別にいいんだが。よし、釣れた。はぁ、買い物お疲れ。あ、博士、見てよこんなに釣れたよ。お、めっちゃ釣っとる。早速外にかまどを置いて魚を焼こう。これで食料は確保だな。うん、あとは釣りで川も釣れたから。じゃあん、川の防具も準備しといたよ。お、装備強化までできたのか。うん、これで装備はバッチリ。ハンターゾンビから逃げつつ、ウィザー討伐を進めていくよ。皆さん、僕は今洞窟に採掘に来ています。あ、鉄だ、ラッキー。このままいろいろ採掘していくよ。何事もないといいが、装備も充実してるし大丈夫さ。さーて、こっちの方はどうかな。これは、おお、ダイヤじゃないか。ラッキーだな。やったー、これも僕の日頃の行いのおかげ。そうか、早速掘っていくよ。ダイヤ採掘、一つ、二つ、三つ、ダイヤ三個ゲット。おめでとう。ありがとう。これはぜひ一周したいから一旦帰ろう。拠点へレッツゴー。はぁ、はぁ、は、ゾンビだ。そりゃ洞窟だし湧くわな。ハンターじゃないなら楽勝だよ。でも今はダイヤを持ってるんだから逃げる。では、囲まれちゃった。は、あぁ、捕まっちまったな。あの中にハンターゾンビが紛れてたんだ。普通のゾンビと同じ見た目だからな。というか僕のダイヤは、全ロスだな。うわぁん、せっかく採掘したのに。ご愁傷様。博士、僕のダイヤ取り返してきて。ダイヤは無理、だが鉄が無限に手に入る装置ならあるぞ。え、そんなのがあるの。絶対作ろう。よし、それじゃあ作っていくぞ。バッチコイ。まずは聖地だ。その辺の地面を平らにしてくれ。ラジャー、うおやー。そしたら今度は穴を掘っていくぞ。まずは地面に 7×7 マスの穴を掘ってくれ。ほい、ほわたたたたた、こんな感じ。うむ、今度はその穴を深くしていくぞ。今掘ったところから穴をもう2マス深くしてくれ。わかったー、掘っていくぞい。よいしょー、はい、できたよ。今度は壁から1マス離して穴を作っていくぞ。 5×5 マスの穴だな。ほいほい、ほほほほい、これでいい。よくやった。今度はそこから5マス深く掘ってくれ。これも 5×5 マスの穴全体にな。わかったよ。ガリ、バリ、ムシャ、ごっくん。はい、完了。今石を食ったのか。やだなー、そんなわけないじゃん。おせんべいを食べながら掘ってたんだよ。
そうだったのか。まあいい、今のところ穴はこんな感じだ。おお、2段階で狭くなっていく穴だね。ここまでできたら穴底に降りて、こんな感じで両側から2マスずつ仮ブロックを敷き、その上にベッドを敷き詰める。全部置けたら仮ブロックは破壊して、そこにもベッドを置く。よいしょー。これで全部で20個のベッドが置けたはずだ。そしたらこの部分はブロックで埋めていき、ベッドの上のスペースの4隅にブロックを置いて、どちらか一方の壁はブロックで隙間3マスも埋めて、その上も2マス分をブロックで埋めてくれ。オッケー、こうだよね。うむ、合ってるぞ。あとはベッドの上はすべてブロックで一度埋めてしまい、3マスの壁を作った部分を一部破壊して、その奥側に待機スペースを作っていくぞ。はい。作った壁は破壊しないように、高さ2マス奥行き4マスの空間を掘ってくれ。掘り掘りします。終わったらベッドがある方とは逆の壁から地上までの通路を掘り抜いてくれ。わあ、青空が見えたよ。そうしたらはしごを準備して、地上まで伸ばしていってくれ。さっき掘った穴のところはこんな感じだな。ここまでできたらさっきのベッドがあるところと待機スペースの間の穴は塞いでしまって、こんな感じで1マス置きに柱を作る。ちょっとスペースが不足しているから壁を掘って、そこにも柱とその奥に空間を作る。うんとこしょう。反対側も同様だな。どっこいしょう。とりあえずこんなものかな。足りなければまた拡張したらいいだろう。はい。そうしたら溶鉱炉と、火事台、砥石なんかを置いていってくれ。あとは村人を呼び出せば、こんな感じの交易所ができる。すごい、アイテムが買えるね。その購入資金はどこから入手する？は。無限の鉄。そうだ、というわけで鉄を入手する部分を作っていくぞ。待ってましたー。まずはさっきの穴のところに戻って、足元のブロックをこんな感じで食用ブロックに置き換える。湧き潰しも忘れずにね。そうだな、そうしたらこの中に村人を召喚し、天井にブロックを置いて蓋をする。村人さんバイバイ。そうしたら待機スペースの反対側の角にブロックを置いて、そこに水を流したら、水が流れないブロックがあるからそこをホッパーに置き換える。ほんとだ。その隣接する3箇所もホッパーにしてくれ。はい、中央のホッパーに繋がるようにだよね。もちろんだ。それができたらこの位置を掘っていき、ここにラージチェスト、ホッパーの上に焚き火、あとはこんな感じで看板を置いていって、真ん中に溶岩を流す。おお、焚き火の煙と溶岩ですごいことに。装置自体はこれで完成だな。ちょっと待っていると、あ、ゴーレムさんだ。ゴーレムが溶岩で倒れて鉄インゴットをドロップするぞ。そっか、無限の鉄の供給源はアイアンゴーレムさんだったのか。そういうこと、これでアイアンゴーレムトラップの完成だ。いえいえ、早速鉄を使って交易しよう。今交易所にいる村人は最初は石炭しか買ってくれないからしっかり準備しろよ。はい、掘り出してきます。石炭を売ってエメラルドをゲット。今度はその間に溜まった鉄を売ってまたエメラルドをゲット。うお？この調子で装備を充実させるぞ。ふぅ、釣りでまったり。おい、何のんきに釣りなんてしてるんだ。あ、これはゴーレムトラップの時間つぶしさ。そろそろトラップの方に行ってみようかな。じゃーん、こんなに鉄とエメラルドが溜まったよ。すごい量だ。あとはこれを使って、ダイヤモンドのブーツ、盾をたくさん、ダイヤモンドのヘルメット、ダイヤモンドのレギンス、ダイヤモンドのチェストプレート、ダイヤモンドのシャベル、ダイヤモンドの斧、ダイヤモンドの剣、ダイヤモンドのツルハシ、豪華装備を大量ゲット。大盤振る舞いだな。まだまだ僕のターンは続いてるよ。この大量の鉄で鉄ブロックと、金と工作製、そして釣りで手に入れたエンチャント本でさらに装備強化だ。なみー、買い物のやつどこまで強くなるんだ。ってことで自動釣り機と交易所付きアイアンゴーレムトラップの相乗効果で、こんなに装備強化できました。よかったらみんな真似してみてねー。博士、ネザーゲートの準備ができたよ。おお、準備万端だな。もちろん、この装備ならハンターゾンビもへっちゃらさ。まあネザーまではハンターゾンビも追ってこないだろう。がぜんやる気が出た。行くぞー。さて、ネザーでの買い物の活躍やいかに。それでネザーでは何をしたらいいの？ズコ、わからないで来ていたのか。えへへ、なんとなく来てみました。ネザーに来たのはウィザーを戦うための材料集めだろ。特にネザー要塞に出没するウィザースケルトンのレアドロップの頭蓋骨が必要だぞ。そうなんだ。じゃあまずはネザー要塞からだね。早速ネザー要塞を探しに行くよ。はぁ、はぁ、ネザーは過酷だね。あ、でもあそこに見えているのは、お、ネザー要塞じゃないか。やったー、ついにたどり着いたよ。これで勝ったも同然、早速ウィザースケルトンを倒しに行こう。ちょっと待ったー。え？さっきも言ったがウィザースケルトンの頭蓋骨はかなりレアなアイテムなんだ。ただ倒しに行ってもなかなか手に入らないぞ。そんな。だったらどうしたらいいのさ。うむ、こんなこともあろうかと、ウィザースケルトントラップの情報を集めておいたぞ。やったー、博士大好き。ってなわけで早速装置を作っていくぞ。ラジャーであります。まずはじめに名札を準備してくれ。名前は何でもいいぞ。そうなんだ、じゃあこんな感じでいいや。
適当すぎて草。そしたらネザー要塞の交差点まで来て、こんな感じで黒曜石を並べていく。すごい、黒曜石のサイコロみたい。まあそんな感じだな。そしたら交差点の中心にブロックを2つ置き、トラップドアで囲む。ブロックを破壊してそこにピグリンを召喚し、デスポーン防止に名札で名前をつける。このための名札だったのか。変な名前、カエモンがつけたんだろうが。まあいい、ここまでできたら黒曜石に着火して、ネザーゲートにする？え、これゲートだったの。ネザーゲートに入ってオーバーワールドに出たら、周囲を整地して、ゲートを出てすぐの部分を下に掘りまくる。うわ、水だ。水をブロックで埋めつつ掘る。こんな感じの空間を掘ったら、ここにラージチェストを設置。後ろに回ってとこにホッパーを敷き詰める。ホッパーの上にはカーペットを敷いてくれ。オッケー、赤色のカーペットにしよう。あとはここが処理槽になるように壁を作って、トラップドアを設置し、余計なモブが入ってこないようにガラスで覆っていこう。こんな感じ。いいぞ。そうしたら待機スペースの周囲を整えてっと、さっきのガラスの上からゲートに侵入してくれ。はい、バックトゥザネザー。よし、そうしたらピグリンを囲ってる4面の黒曜石に着火してゲート化しちまおう。はい、よっと、これでオッケーだね。ああ、ピグリンの頭上にブロックを置いて、ブロックを上にガラスを積んで待機スペースを作っていくぞ。はい、よいしょよいしょ。ガラスは25段積み上げてくれ。任せてー、23、24、あと1つ。あれ、もうジャンプできない。上のブロックがあるんだろ。ほんとだ、おやー。お疲れ、あとは足場を確保してくれ。はい。ここで待機していたら要塞にスポーンしたウィザースケルトンが、ピグリンに敵対してゲートに入っていくぞ。あ、今入っていったね。本当はこの後に下のネザーゲートとは別のゲートを離れた位置に設置して、オーバーワールドにできたゲートから処理槽までの道を作ったりしなきゃいけないんだが、時間の都合もあるし今回は省略だ。気になる人は概要欄の参考動画を見てくれ。よろしくー。ということで処理槽まで戻ってきました。うわ、ウィザースケルトンが溜まってるね。ゲートでここまで送られてきたんだ。ここからなら安全だから倒していくよ。とやあ。ちなみにこの時の剣にはドロップ増加のエンチャントを付与しておくのがおすすめだ。よし、全部倒した。チェストの中身はどうだ？やったー。ウィザースケルトンの頭蓋骨を8個もゲットできたよ。おお、よかったな。これでウィザーを呼べるぞ。よし、この調子でウィザーを討伐しちゃうぞ。はい、拠点の近くに帰ってきました。お、ネザーでちゃんとソウルサンドを持って帰ってきてるじゃないか。偉いぞ。ありがとう、ウィザーの材料なんだよね。そうだぞ、だがカエモンよ。本当に勝てるのか。う、ウィザーは空中を浮遊して爆発物を投擲してくるかなり強いボスだぞ。やっぱり怖いよ。特に飛んでいっちゃうのが厄介だよな。そうなんだよ、こっちの攻撃が当たらないし。ということで便利なコマンド装置を紹介しよう。いいよ。やったー。まずはひまわりを取り出して、かなとこで、引き寄せ玉、と名付けよう。はい、でもなんでひまわり？アイテムは何でもいいんだが、なんとなくだ。そっか、まあいいや。そうしたらコマンドブロックを置いて、このコマンドを入力し、ブロックの種類はリピート、条件は無条件、レッドストーンは動力が必要に設定してくれ。次にこれに繋がったコマンドブロックに、このコマンドを入力し、種類が鎖、条件が無条件、常時実行に設定だ。これで、引き寄せ玉、というアイテムを投げると、そこにウィザーがテレポートしてくるというコマンド装置だ。なるほど、これなら上空のウィザーを引き寄せて戦えるね。投げたアイテムは消えるから消耗品だぞ。気をつけてくれ。なーに、1スタック64個もあれば余裕でしょ。あ、でもひまわりはやっぱりカッコ悪いから、マグマクリームにチェンジするよ。名前は引き寄せ玉っと、カンカン。なんでひまわりじゃダメなんだ。それじゃあウィザーを召喚するよ。ソウルサンドを置いて、ウィザー、スケルトンの、頭蓋骨。出たぞ。うわぁ、ウィザーだー。早速引き寄せ玉を試してみよう。おぉ、あんなに遠くからこっちに来た。そろそろ爆発するぞ。じゃあ、出たー。うわ、早速爆撃を受けてる。やっぱ強い、引き寄せ玉。おやおや、あ、間違えた。剣を投げ捨ててる。おやー、引き寄せ玉。うわーん、ウィザーが上に行きすぎて戦いにくいよ。引き寄せ玉の調整をミスったか。あ、でもウィザーが光り出したよ。お、体力を半分に削った証拠だ。うわー、すごいことになった。まずは召喚されたウィザースケルトンを倒すよ。やぁ、とう。よし、倒した。あとはウィザーだ。この深い穴の下にいるのかな。こんな時こそ、そうだ、引き寄せ玉。は、来た、攻撃攻撃。本当に強敵だな。でも負けないぞ。引き寄せ玉、からの攻撃。お、これは、ウィザーの体力が全部なくなってる。やったー、勝てたんだー。みんなー、やったよー。おい、カエモン、早く離れないと。え、何のこと？じゃあ、ウィザーは最後に大爆発を起こすんだ。って遅かったか。とにかく僕はハンターゾンビから逃げつつウィザーに勝てたよ。視聴者もカエモンに祝福の声をコメントしてやってくれ。ぜひ、ウィザースレイヤーカエモンってコメントしてよ。あとチャンネル登録と高評価もよろしくね。お願いするぜー。
ってなところで今回の動画はこのくらいかな。うん、そうしよう。また別の動画で会おうね。それじゃあバイバイ。バイバイブー。